北京にあるブリ国中繊維結合主要病院。大ブリ国は現在、北京、上海、珠海、通貨にある、がん治療専門病院のブリ国中繊維結合主要病院院長を務め、さらに各地の医療施設で、政府用人をはじめ、世界各国のがん患者の治療にあたる中西、結合医療の第一人者。抗がん漢方、点線液の研究開発者として知られている。 中国、吉林省通過市出身。1975年、吉林省通過市衛生学校卒業。通過市六道校衛生病院の実習生、人民解放軍所属部隊の軍医を経て、当時、ガンは、不治の病とされていた現実に直面し、中国統合医学でガンを治したいと決意し、診療所兼研究所を設立して、抗ガン漢方薬の研究生活に入る。 1983年、天然駅の前身となる、複宝天然に川能を開発。天津医薬科学研究所での臨床試験において、抗がん効果ありと認められたことで、1985年に、当時の中国国家プロジェクトであった、政府科学技術発展計画の1項目に取り上げられ、中国注意研究所、中国注意研究所、 広瀬スモン病院をはじめとする中国各地の医療機関、大学病院で臨床試験が行われた。1987年、吉林省抗がん協会長白山薬物研究所を設立、所長に就任して本格的に天仙丸を製品化。1988年に天仙丸が中国政府から漢方薬として初めて医薬品の抗がん剤として 認可を受ける。その後、1991年に、香港の製薬会社である、中日日立連合有限公司と、共同研究開発で、中医学に、西洋医学の医療技術を取り入れた、中西結合医療により、液体化及び成分改良がなされ、抗がん漢方薬、天仙液が完成する。現在、天仙液は、抗がん漢方薬として、世界製造販売元の、 中日日立連合有限講師から世界30カ国以上に供給されている。天仙液は開発されてから各国で研究試験、臨床試験が行われています。日本の新薬リサーチセンターではマウスによる抗腫瘍作用の試験が行われました。国立台湾大学医学院附属病院では入院中の転移性乳がん患者を対象とする臨床試験が行われました。 これら一連の研究が認められ、中国重大傑出青年選出、イギリスケンブリッジ国際電気センターの国際知識人人名記録簿、掲載、1989年には、有利化世界発明博覧会にて、世界個人研究最高発明賞を受賞、2002年に第30回アメリカ抗がん薬大賞を受賞。さらに、ベルギー王国栄誉勲章、将軍勲章、 騎士勲章などを受賞している。また、抗がん漢方天仙液の研究開発が認められて、中国社会の繁栄に貢献した、中国精鋭の5名の一人として、習近平国家主席夫人と共に選出された。現在、吉林省抗がん協会長白山薬物研究所、所長、中国抗がん基金協会協調部副主任、吉林省抗ガ協会副会長、 市会ブリコク医薬科学研究所所長、厚生中医学院客員教授、広州中医学大学客員教授、国際がん病、幸福協会会長等の養殖を務める。上海、北京、市会、通貨等の中国各地にがん治療専門病院を開設し、さらに各地の医療施設で政府用人をはじめ、多くのがん患者の治療にあたる中西。 結合医療によるがん治療の第一人者。また、日本をはじめ世界各国で講演を行い、研究論文も多数発表。大り国が研究開発した天線液は、1989年から現在に至るまで世界各国で医学的な検証、臨床試験が数多く行われて、日本、台湾をはじめとしたアジア諸国や欧米諸国では、 thlp として研究論文が多数発表されている。同時に、これらの研究結果報告の研究論文が世界各国の医学誌に掲載され、天然液のエビデンスが検証されている。著書は中国や日本、香港、台湾、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア等で多数上司。日本における主な著書は下記の通りである。出典 天仙液公式サイト内、研究、臨床試験、日本の新薬開発リサーチセンターでの、講習要作用試験参照出展に、天仙液公式サイト内、国立台湾大学医学院での一臨床試験、参照。ありがとうございます。